さあ、岡山大学の長文行ってみたいと思います。皆さん、今から扱う長文問題なんですが、皆さん、内容1問題4問と、で、記述説明2問あるんですが、皆さん、内容1はですね、私立大学の問題。まあ、このヨダシとスタディでも、いくつか自己紹介をしておりますが、それで、皆さん、対策はバッチリかと思いますので、まあ、岡山大学ならではということを考えるとですね、この記述説明に特化した方がいいんじゃないかなというところで、頑張りましょう。さあ皆さん、第1段落と第2段落前半部分でございます。皆さん、一読をお願いできますでしょうか。この後、設問箇所いきますね。さあ皆さん、第2段落後半でございます。皆さん、一読をしていただいてですね。で、そのタイミングで皆さん、この問題、説明の指示をお読みいただいてですね、ちょっと考え始めていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、まずはですね、設問の指示に皆さん、コミュニティキャッツという話がございますので、これをまず探しましょうということでよろしいかと思います。そうすると皆さん、この第2段落のこの後半ですかね、あったなというところでよろしいかと思います。で、あとは、せっかく皆さん見つけたわけですから、皆さん、この前後を見てですね、書く場所を比較検討ということでよろしいかと思います。で、皆さん、この波線振ったところの皆さん、前後を読んでいただきますと、ありがたいことに右側にですね、インボルビングローカルレジデンツということで、皆さん、説明がなされております。ですから、皆さん、ここをまず、回答の中に入れようという判断はできるかと思います。で、皆さん、字数制限が特にないので、ですから、試験本番中の回答用紙のスペースにもよるかと思いますが、まずここは絶対に書くべきところだという判断はできているかと思います。で、もしスペースに余裕があってですね、もう少し埋めなくちゃいけないなと思った場合に、次に皆さん追加した方がいいんじゃないかと思うところがあったら、どこなのか考えていただけるとよろしいかと思います。となってくるとですね、皆さん、コミュニティキャッツ、それが皆さん、その次の文章にですね、じゃあ、キャッツ、というところで、つながっておりますので、ですから、もし追加をするとすれば、このザ・キャッツを含んでいる文章中ではなかろうかという判断でよろしいかと思います。で、皆さん、となってくるとですね、この下線部引っ張ったところですね、このあたりを追加して、ワイクしていただけると、答えが完成するかと思います。さあ皆さん、該当箇所ですね。ちょっと皆さん、板書してみました。説明の指示にもありましたが、コミュニティキャッツですよね。皆さん、これが見つかれば、あとはこのオレンジのところで、書いているですね。インボルビングローカルレジデンス。まあ、地元の住民の人たちと関わっているということですね。ここが少なくとも欠けてあればですね、点数はもらえるはずでございます。で、皆さん、もう一回とちょっと下に書いてみましたが、これですね、地元の住民と関わり合いを持つということでよろしいかと思います。そして、試験本番中スペースにですね、もう少し余裕があるんであれば、このキャッツが、その次の文章ですかね、繋がっておりましたので、この皆さん、青いところ、returning the cats to their own habitat ということで、自分たちの、住みかですね、に、戻してあげるということです。で、皆さん、模範解答、このあたりですかね。自分たちの住処に戻してあげることで。そして皆さん、この緑のところですね。そうざっと。their territory will be maintained ということで、皆さん、縄張りは維持されて。そして、preventing other cats from entering ということで、皆さん、他の猫ですね。が入ってくることを防いでくれます。つまり、入ってくることができないようにするんですね。で、それの模範解答がこれでございます。縄張りは維持されて、他の猫が入ってこないようにできているということですね。ちょっと皆さん、これと皆さんの回答ですね、見比べていただいて、考えていただけると嬉しいかと思います。すみません、先ほどの続きの段落で第3段落に当たります。皆さん、設問は第6段落にありますので、ちょっとそこまでいきますね。続いて皆さん、第4段落でございます。皆さん、続いて第5段落でございます。さあ皆さん、最終段落でございます。皆さん、説明の指示をですね、お読みいただいて、ちょっと皆さん、考えていただけるとよろしいかと思います。
まず設問の指示ですね。スマートフォンアプリケーションという話がございますので、これに対応するところですね、探し出すところから始まるかと思います。そして皆さん、この段落の一番最初の方ですね、この辺にございますので、この辺りからスタートかと思います。さて皆さん、この波線引っ張ったところですね、のと同じ文章中にですね、フィッチで話が展開されておりますので、まずこの辺りを正解の中に入れたいですね。そして皆さん、この下線部の後を読んでいくとですね、皆さんもう一回皆さんアプリケーションの話がございますので、この文章を考えていただいてよろしいかと思います。で皆さん、となってくるとですね、この波線の前後ですよね、下線部引っ張ったところ、ここを皆さん正解の中に入れたいですよね。で、その後皆さんまた読んでいくとですね、やはり皆さんアプリケーションの話がございますので、この前後を皆さん一読していただけると、該当箇所決まってくるかと思います。で皆さん、この波線のところですよね。これ皆さん基準に考えていただきますと、この下線分を引っ張ったところですね。このあたりが皆さん正解の箇所として適切になってくるかと思います。で、皆さん、この文末ですね、一番最後ですけども、このあたり皆さん、バットでちょっと話変わっておりますので、このバットの左側のところで止めていただけるとよろしいかと思います。さて皆さん、これでもう書くべきところですね、該当箇所が確定できましたので、あとはこれをスペースですね、相談しながら まとめていくんですが、皆さん、写真を撮る話ですね、結構かぶるんですね、重複しておりますので、このあたり皆さん、一言でまとめていただいてもよろしいかと思います。さあ皆さん、該当箇所4箇所抜き出してみました。皆さん、先ほどもお伝えしましたが、皆さん、このオレンジの波線のところ、皆さん、写真を撮影しますよという話は、皆さん、こういう感じでですね、重複しておりますので、皆さん、まとめる際にはもう1回だけですね、お伝えするだけで大丈夫かと思います。で、皆さん、ちょっと皆さん、日本語に直してみますが、例えばこのあたりですかね、フェンなんとかかんとか、ファインドニューストレイキャッツということで、皆さん、新しい野良猫ですよね。それを見つけた場合には、taking photos of them ということで、まあ、写真を撮ります。これ皆さん、模範解答は前半に合致しますからね。新しい野良猫を見つけると、写真を撮影し、で、皆さん、この写真つながりでですね、まあ、ニックネームとか、皆さん、ハビタツですね、住みか、そういうものも、リスト化しているという話になっておりましたので、これですかね、ニックネームと住みか、もしくは生息地をリスト化してアプリに載せるんですね。で、そうすることによって、皆さん、この緑ですかね、raising awareness、まあ、意識が高まり。そして、made understanding the program easier ということで、これですね、住民の意識が高まって、プログラムを実行することが容易になっております。ということで、よろしいかと思います。ですので、一応皆さん、もう若いとこんな感じでよろしいかと思いますが、皆さんが考えていただいたものとですね、見比べていただけるとよろしいかと思います。サムさん、お疲れ様でございました。さあ、岡山大学ですね。ご紹介したのは、皆さん、これの記述説明、だけだったんですが、ただ、内容一致問題ですね。どういうレベルですかということですが、皆さん、やっぱり、西日本でございますので、カンカン同率レベルで練習しておけばですね、十分対応ができるかと思いますので、その点は皆さん、問題はないかと思います。そして皆さん、記述説明ですが、皆さんご覧になっていただいてですね、該当箇所を見つけるのもそんなに難しいというわけではないかと思いますので、ですから、皆さん普段頑張っていただいているかと思いますが、該当箇所を見つければですね、あとは和訳できるかどうかが勝負でございますので、日頃から丁寧に和訳をというところでよろしいかと思います。そして、皆さん、試験当日傾向が変わったりですね、少し難しくなるということもやっぱり考えるとですね、普段から、まあ、もちろん岡山大学の過去問を解くのもいいかと思いますが、レベル的にはですね、やっぱり少し上のところからですね、練習をしておくと、当日は楽に裁けるかというふうな感じがいたしますので、まあ、一つ目安ではあるんですが、大阪大学、ぐらいはですね、練習ちょっとやっていただきたいと思いますし、もちろんこのヤダッツスタディの動画でもですね、一応このあたりやっぱ考えながら問題選んでおりますので、ぜひ活用していただけるとよろしいかと思います。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。